U23 日本代表が韓国に敗れ SNS は嘆きの声。準々決勝は開催国カタールと対戦。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。いやー残念でしたね。 U23 アジアカップグループ B の3戦目、日本は韓国と対戦。日本がやや優位に試合を進めるも、結局韓国にコーナーキックを決められ、そのまま無得点で敗れてしまいました。そして SNS では嘆きの声が上がっているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事は日刊スポーツから。パリ五輪予選を兼ねる U23 アジアカップで、日本は1次リーグ首位突破をかけ韓国と対戦。後半30分、守勢に回っていた韓国がセットプレー一発で先制した。右コーナーキックからファーで途中出場のフォワードキム・ミヌに頭で合わせられた。 X 旧ツイッターでは悲鳴の声が続々と上がった。日本が終始押す展開で、韓国の選手は疲弊していたのは明らかだった。その中での一発、相手の足が止まってるチャンスだからのセットプレーでの失点、何回見ただろう。セットプレー一本でやられる、幾度となく見てる失点シーンで打つ。セットプレーからの失点とかセレッソかよ。セットプレーからの失点、どこのマリノスかな。 W推しのチームの失点場面を思い出しながら書き込むサポーターもいた。このように伝えています。それにしても本当に残念な試合でしたね。5バックで引いて守られると、後ろでボールを回すことが多くなり、あとはサイドの右翼任せになってしまう。どこかの A 代表でも見慣れた光景ですよね。では次にこの試合に対するネットの反応を見ていきましょう。民放で代表戦本と負けすぎに時間返して。後半あれだけ足が止まりラフプレーに走った韓国に負けるとは、日本も強くはないですね。最後もう少しゴールにボールを運んでもらいたかった。自陣のゴール前であんなにちんたらボール回さないと攻撃の体勢作れないのかなと思った。本当日本って勝負弱いな。致命的なほどの決定力のなさ。勝つ気ある、後ろでボール回すスポーツじゃないはず。日本はここ一番で負けるんだよね。残念。真面目に五輪出れんぞ。何もしてない両サイドバック、コーナーキックで目測誤るゴールキーパーはかなりひどかった。どっちにしろ今日みたいな消極的な試合してたら勝てないし、オリンピック出場は無理だわ。わざわざ地上波放送してくれているのに負けてばかり。川崎と田中の守備的な選手を下げた瞬間、中盤の守備が崩壊してピンチが激増した。勝つ気なんてみじんも感じなかった。後ろに下げすぎ。もっと立ち上がりからガツガツいけば一方的な試合にできたかもしれない。バックパスばかりと枠にいかないシュート。皆さんかなりストレスを感じる試合だったようですね。前半5バックで引いて守りを固め、後半反撃を仕掛ける。アジアの中堅以上のチームが日本と対戦する際によくやってくる対策ですが、どうも日本はそれに対していつまでも無策のままのように感じます。次の準々決勝は開催国のカタール。おそらく会場はアウェー一色に染まると予想される雰囲気の中、 U23 日本代表はパリ五輪への道を切り開くことができるのか。私たちにできるのはただ応援することしかなさそうです。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。